地震による脱線。1906年のサンフランシスコ地震による。台車の溶接部の欠陥による脱線列車脱線事故とは、列車の車輪のフランジ部分がレールの上を乗り越えて反対側に落ちることによって生じる事故である。脱線は、軌道、車両、運転上の取り扱い、積み荷などに何らかの欠陥、問題があることで生ずるのが一般的である。 ナダルの指揮が与えられている。その他、夜間保線車両がイリデクの際に使用する横取り装置の収納を失念し、始発列車が横取り装置に乗り上げ脱線事故に至った、などのケースも存在する。なお、暴走などを起こした列車による二次被害を抑制するために意図的に脱線させることがある。主に安全側線や脱線点手器が使用されるが、 車庫などに留置中の保線車両や、貨車の転倒を防止する場合、より簡素な脱線機が用いられることもある。日本では、鉄道事故等報告規則で定める列車が脱線した事故のことを言う。二次的に転覆、周辺建築物や、プラットホームなどの構造物との衝突、火災が発生した場合でも、事故の主要因が軌道を逸脱したものであれば、列車脱線事故となる。 したがって、2005年に、都佐黒潮鉄道で発生した事故のように、ホームの構造物に激突、衝突していたとしても、車止めを超えた時点で、本来の軌道を逸脱したものと判断され、列車衝突事故とはならない。なお、踏切において、列車または、車両が道路を通行する人、または、車両等と衝突、または接触した事故としては、踏切障害事故があるが、 脱線を伴う踏切障害事故は、主要因が踏切障害事故であっても、列車脱線事故として扱われている。わかりにくいため、航空、鉄道事故調査委員会では、列車脱線事故との吹きをつけるようにしている。ただ単に脱線しただけの場合は、被害が小さいが、横転、または転覆したり、二0連に、A 団地下鉄日比谷線で発生した事故のように、対向列車に衝突したり、 2005年に JR 西日本福知山線で発生した事故のように線路外の建築物に衝突した場合には被害が大きくなる。線路や車両の状態に特に異常がなくとも力学的要素が絡み合って偶発的に脱線する場合もあり、車両の挙動の解析とそれを踏まえた車両構造の改良や線路の様々な改良により未然に防ぐ努力が進められている。 日本では2008年10月に航空・鉄道事故調査委員会と海南審判長の調査部門を統合して発足した国土交通省の外局である運輸安全委員会が民間航空機事故、鉄道事故、船舶事故の調査を行っている。アメリカ合衆国では独立機関である国家運輸安全委員会が民間航空機事故、鉄道事故、船舶事故、 高速道路事故、パイプライン事故の重大事故の調査を一元的に行っている。国家運輸安全委員会の委員は7名である。オーストラリア運輸安全局が民間航空機事故、指定周際鉄道における鉄道事故、船舶事故の調査を行っている。ありがとうございます。